ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。横須賀線は、濃い青色で表された路線です。栗浜駅、東京駅、東京駅成田空港、上総一ノ宮、君津駅などに直通しています。ここは武蔵小杉駅です。横須賀線 E217 を見てみましょう。東京駅から先は、東武快速線って呼ばれています。E217 は、1994年から走り始めました。もう26年走ってます。色は、青色とクリーム色で、横須賀色、総通称須賀色と呼ばれています。E217 は、209系をもっと長距離走らせるために開発されたそうです。乗務員室が高い位置、広くなったのもこの車両からです。ご視聴ありがとうございました。